中華民国の国家中山科学研究員はこのほど台湾南部平東圏にある区方基地で特殊なミサイル試射を実施しました。これは射程距離2000キロの運航ミサイルの発射実験に関連したものと思われます。アメリカの戦略国際問題研究所の報告によると、運航ミサイルは中国の中北部に到達できる数少ない台湾の戦略資産の一つだといいます。 両岸政策協会の張宇翔副秘書長によると、運航ミサイルの台湾にとっての意義は、源流攻撃能力を高め、中国共産党軍があえて我々に先制攻撃をしないように、相互拡張破壊の抑止力を持つことだといいます。張宇翔氏はまた、中共軍の最も主要な中距離ミサイルである、東風9号と東風15号は、 落平市のロケット軍基地に置かれており、どちらも射程距離は1000キロ以下で、東京やマニラを攻撃することはできないが、台北を攻撃することができる。一方、運航ミサイルは、江西省落平市ロケット軍本部に対して、源流攻撃ができ、中京軍の中距離ミサイルの中枢を破壊することができる。これは台湾にとって第一の戦術的価値がある。と述べました。 また、運航ミサイルの射程距離は、中南海や三峡ダムもカバーしているため、中京に衝撃を与える戦略的な重要性を持っています。CSIS の公式ウェブサイトでは、運航ミサイルは、まだ開発段階にある陸上攻撃型の巡航ミサイルであり、1996年の台湾海峡危機以降、台湾が密かに開発してきた武器であると紹介されています。